この目の前がね、あの一宮の浄水場があるんですけど、ちょっとね、あの気になる場所がありまして行ってみようかなと思います。ちょっとあの気をつけながら進んでいこうかなと思います。この先なんですけど、ちょうどこの道をの横、中洲みたいな感じになっているところの先に、昔あの3つぐらい建物があったんですよね。昭和46年か7年ぐらいになんか消えてしまったっていう建物がここに向こうにあるんですけど、ちょっとそっちにね行ってみようかなと思うんですけど、まあ、ほぼ向こうもガードレールがあって進めなくて、こっちも進めないんですよね。もうほぼ立ち入り禁止ですよね。ちょっとなんか開かずの間的なね感じの場所であって、もうねこの目の前がほぼ田んぼ畑で、その隣に浄水場で、国土と地理院の地図を見ると昭和の戦前ぐらいにかけてなんか3つの小屋ができ始めて、昭和46年か7年ぐらいに、まあ、亡くなったということで、まあ、もちろんねその昭和46年か7年ぐらいなんか大洪水がこの辺あったそうなんですけど、気になるね、ことも、まあ、法律とかできたらしくて、まあ、それも合わせてちょっと見ていこうかなと思います。まあ、この辺な近づくなみたいなね感じになってたりとか、軍の施設じゃなかったとか、隔離病棟じゃなく結核の隔離病棟じゃないのかっていうね話もねいろいろありまして、それでこの周りには田んぼがあるので、田んぼあったりとか、もっと下流には普通に民家があったり、まあ洗い物とかねそういうするような、まあ、場所もあったりとかする中で、隔離施設っていうの、隔離施設、結核の隔離施設ってどうなんかなっていう部分もあったり、まあ、その当時この木はなかったみたいですけど、なんかあの石柱というか神社仏閣とか昔のあの公共施設でね無料な石柱がずらっと並んでます。こっから目の前と向こう側、本当にね見た目はもう川を挟んでの中洲なんで隔離施設のねような感じでもあると思うんですけど、でその先にすごいなんかあのクレーターというかね、すごいなんかくぼみがあるんですよね。このくぼみはその当時からずっとあるものなんですけど、どうですかね。まあ、近づくなとか、まあいろいろ軍の施設じゃないのかと、であと謎のねくぼみ、クレーターがねありますんで、ここがなくなって昭和46年7年なくなって、あの浄水場ができたんですよ。まあ屎尿とか、まあ、トイレの、まあ、そういう排泄物を向こうで処理して、あの目の前の建物で処理しているだと思いますけど、で昭和67あたりに実は昔はねそういうトイレとかそういうのはなんか畑に撒いたりとか会場に、まあ、捨てたりとかあったんですけど、昭和46年か何年の、まあ、昭和40年代の後半にそういう捨てたらあかんみたいな法律ができて、で多分そういう浄水場で処理するようになったと思うんですけど、まあ、一番確率可能性が高いのはそういうトイレの排泄物をここに全部持ち込んで、まあ、海に流してたとか、逆にこのくぼみ、
ここで、まあ、いわゆる声だめですよね。声だめにしながら船でこの辺の多分町あの畑に肥やしとしてね流し込んでたのかなっていうような感じでもありますし、でその当時やっぱりその海に流してたんで、その海水浴とかでその糞尿とかのね病原菌で赤痢になったりとかいろんなね問題があったりとか、したので、逆にここでね、そういう場所であるといや病気になるんじゃないかっていうことで、まあ、近づくなとかで、逆にここでね働いてる人 もう感染対策でマスクしたりとか、もう厳重な警備をねすると思うんですよ。だからちょっとね軍的な感じでもあったのかなっていう僕の見方なんですけど、どうなんですかね。一番確率が高いのはそれかなと思います。